おはようございます。速歌塾の久保です。塾ので今日はね、すごいニュースですよで、私がですね、もう今まで法人をいくつも作ってきて、当然、法人口座もたくさん作ってきたんですけども、ついに今日ね、法人口座が作れませんというふうなね、そういう却下をいただいたんですよ、うん、すごいなぁと思いました、新しい法人作って、その法人って絶対口座がいるじゃないですか、で、口座の申請を出したら、あ総合的な判断で、口、えー、座が作れませんとね。 マネーロンダリングに関わる疑いがあるんでとかねこういうこと言うわけですよ、えー、これについてねどういうことを私が、ね、考えているかってことをお話しますそれはですね、えー、法人税っていうのはどん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 減税されて法人を作って法人で会計処理をするとものすごく税金が安くなるんですよではっきり言って、えー、消費税が増税しても怖くないぐらい法人税っていうのは下がりました とということなんで法人を作った方がメリットがあるよって言ったことはもう本当にね昔から私が言っているその通りなんですけどもその法人のメリットをこうやってねストップさせるような動きが始まったんじゃないかなと私感じてるんですよ。 法人をみんなが作って個人としての、ねえーまあ、所得税を納めないとやっぱりすごいダメージがくるんですよねで、法人税に関しましては、あの場合によっては、ね、インボインス制度を切り抜けるような、そんな、ね、法人もあるわけなんですよ、でそういうのを利用されるとせっかく増税しても意味がないってことなんで、今まで法人を作って法人の口座を作った方は保護する、でもこれから法人を作ろうとしている方、法人口座を作ろうとしている人は極力入れないようにして、つまり法人が既得権益化しているってことなんですよ。よ この法人ですら既得権一化して法人を作らせないように作らせないようにもしくは法人ができるけども法人口座ができないから決済ができないようにできないようにするという動きがもしね金融庁の指示で各銀行支店まで及んでるんだとしたら恐ろしいことだなと思いますよね皆さん早くねやった方が良かったってのはそうでしょうでまだ法人口座っていうのはこれからまだネットバンキングとかね簡単できると思いますんで急いで作った方がいいと思います法人を早く作って法人口座をすぐ作るこれはね今年以内にやった方がいいかなと思いますえー、皆さんね結構ね私みたいなベテランでも作れなかった ですすからねうーん困ったこととになると思いますよ、えー、本当にね、背筋が寒くなる思いです、これがね、だから、その締め付けが、消費税増税する直前に急にできたっていうのはなんかね、恐ろしいことを感じさせるんですよ皆さん、どうお感じでしょうか、銀行関係者の方、消費者としてのね、私たちの立場にもっと寄り添ったあのーまあ、公務をしていただきたいかな、まあ、公務ではないんですけども、銀行業務ですからね、えーまあ、公務ではないんですけども、公的機関に近い、第2公共機関とも言えるんですよ。 水道や水、電気、こういったものと同じぐらいお金の流れ、銀行っいうのはもうすでにですね、生活のインフラの中にがっつり入って毎日私たちはお金に囲まれて暮らしているわけですよ、そのお金をロス・チャイルドじゃないですけど、も、こういったね、銀行のもうね、ちっちゃい、うん、なんか支店とかももう完全にロス・チャイルドの部下になってるんじゃないかなというところでね、恐ろしいもの感じますね。それでは皆ささささん、またさいいいなななら、さいなら、さいなら。